次にご紹介しますのが、バーサピンテールの5インチになります。まあ、こちらはあの3インチとも共通で、フラットサイドにしてよりこう、アクションされた時にしっかりとボディがこうロールするようにフラットサイドの仕様にしてます。下の方に塩をたっぷり入れて上の方はノンソルトで、低比重化も測ってより安定した精密性が取れるような構造になっています。ジグヘッドレグもおすすめなんですけど、ノシンカーの、オフセットもおすすめです。この使い方なんですけど、例えば魚がいそうだなっていうカバーとか立ち木だとかそういうところにピッと投げてもらってフリーホールで落とすだけでいいです。低重心化を測っていることによってシミフォール、ボディをこう揺らせながらこう落ちていく、このアクションすごく効きます。